総鉄7000系電車は1975年から導入された相模鉄道の通勤系電車である。本校では1975年から1985年にかけて製造された7000系、1986年から1989年にかけて製造されたモデルチェンジ車である新7000系、2005年から2006年にかけて、 本系列を改造した事業用車両7 0 0系もや700型について述べる。編成表記は775110のように横浜側の先頭車の車両番号、編成内の車両数の表記方法で編成を表すのが公式とされるため、それに準ずる。なお、 771310及び771510については8両編成だった期間があるが、8両編成の時に行われた回収等は 7715×8 のような表記とする。1960年代、相鉄では6000系のアルミ試作車両としても、波6021が製造され、構成の同系と比べて4.5トン程度の軽量化に成功した。 さらに1970年代初頭、2000系や5000系といった車両をアルミニウム製車体に乗せ替えることで、性能を落とすことなく車体の大型化に成功した。これらの成功を受け、当時の標準車両であった新6000系の設計を元に、軽量性に優れるアルミ製車体を有する新形式として、製造されたのが7000系電車である。 6000系電車に続く総鉄の主力車両として導入が進められた。全車両が新生当初より冷房装置を搭載した。5000系と7000系の正面比較道具の位置と車体裾部分に差異がある。全車両が日立製作所にて製造され、1975年9月から1985年4月にかけて11時にわたり、 合計80両が投入された。車体外観アルミ製20メートル超、両開き式ドアを片側に4つ配した通勤型の車体である。基本的には先に登場した2 1 0 0系5 1 0 0系に準じた車体構造だが、ロール材などを活用し、さらなる合理化と軽量化を図っており、構え体重量は3.6トンという大型通勤電車としては、 空前の軽量である。総重量で見ても電動車が約35トン、付随車が約24トンで、新6000系と比べて5トン程度の軽量化に成功している。車体の配色は2100系、5100系と同様に、アルミの色を生かしたクリア塗装が施されており、アクセントとして、全面貫通扉や、側面の飾り帯にオレンジ色を配色している。 なお、この飾り帯は、外板とフレームとの接合部分を隠す役割を果たしている。屋根状には、製造当初より、冷房装置が搭載されている。新6000系での試験結果を踏まえ、基本的に、日立フターマイナス550型を搭載するが、後期には、試験を目的にヒートポンプ式が採用された。室内換気用の通風機も設置されており、 ガーランド型と呼ばれる十字型のものである。側面の表示は、急行や確定といった列車種別の表示のみで、行き先の駅名の表示はできない。初期の車両では、前面の各種表示は、手動で行っていたが、後に導入された車両は、電動式のものが装備され、初期の車両も、電動式に交換された。なお、側面の種別表示は、 当初より電動である。車体側面に設置されるランプは一般に見られる。ドアの開閉を車掌や駅員に知らせる赤いランプに加えて緑色のものも設置されている。これは制動灯と呼ばれ、ブレーキがかかっている場合に点灯するもので、他の車両ではあまり見られないものである。終電装置は6 0 0 0系以降に登場した車両と同じく、 全ての電動車のエビナ寄りの屋根上に設置されている。導入当初の形式は共に、ひし形形状の PS13 で、後期のものは PS16 であったが、後年シングルアーム式のものに換装された車両が存在した。前述のように2 1 0 0系や5 1 0 0系と外観が酷似しているが、わかりやすい相違点としては、以下のようなものが挙げられる。 当初は、クハ7500系、クハ7700系、モハ7100系、モハ7100系のユニットの3、形式が登場し、編成も、新6000系をモデルにした4両2の8両編成と、2100系をモデルにした中間にもハ7100型を4両、組み込んだ6両編成の2種類だったが、その後1本を除き7両編成に組み替えられた。 その後、すべての編成を、ラッシュ時10両編成、間時8両編成として運転できる、要1983年に、横浜より制御電動車、モハ7 0 0 0系モハ7 1 0 0系のユニットとサハ7600型が登場した。各形式の詳細は、後述の形式詳細を参照。車内設備座席はすべてロングシートで、生地の色は、 当時の相鉄の標準であったオレンジ色を採用した。三次車以降は、モハ 7100K の連結面に、風を遮るためのが設置されている。本系列は前述のように、製造当初から冷房装置を搭載していたが、天井に扇風機を併設し、壁面には、その操作スイッチが設置されている。このスイッチは、乗務員室内のメインスイッチを入れないと作動させる。 ことはできない。乗務員の判断でメインスイッチを作動させた上で乗客に個々のスイッチを操作するように促す放送を流すことがある。側面客室窓は当時の相鉄車両の特徴である油圧機構をしボタン操作式の一段加工式パワーウィンドウ仕様でボタン操作一つで窓を開けることが可能。また、車内客室扉脇には B5 半程度の大きさの鏡を複数枚設けている。運転、走行機器伝送品は先に登場した新6000、K に準じている。動力車は2両を1組とする MM、ユニット構成で、M1 車もしくは、MC1 車に搭載された、制御装置が、自身と M2 車に搭載されている手電動機8台を一括、して制御する方式。 いわゆる 1C8M 制御を採用している。制御装置は、日立製 MMCHT-20B1 型の抵抗制御である。この装置には、新6000系と同じく発電ブレーキ機構は装備していないため、静かに減速する。主電動機には、日立製直流直巻電動機 HS-515、アルブ h s 5 1 5 b r b を、 採用、回転力の伝達方式は、伝統の直角カルダン駆動方式、減速比は、車体の軽量化を踏まえて、新六0 0 0系の1、4.9に対して、本系列では一四点五と高速性を重視した、設計とした。照明や、冷房装置の補助機器類電源として、日立製、HG634 六百系ブラシレス、電動発電機を、 ドアの開閉やブレーキに用いる圧縮空気の生産用に日本エアーブレーキ製空気圧縮機を M2 車の床下に設置している。台車はいずれも枕羽根に空気羽根を採用し、保守の容易なペデスタル式軸箱指示機構を持つ。形式は、動力車が日立 KH59B1 型、付随車が日立 KH72A1 型を採用した。これらの台車は、 ディスクブレーキを採用し、動力車用、付随車用のいずれも、ブレーキディスクを、車輪の外側に装着した特徴的な外観である。これは、6000系5次車から採用されている構造である。車内の照明や、冷房装置などの電源として、日立製電動発電機。ドアの開閉やブレーキに用いる圧縮空気の生産に、日本エアーブレーキ製の空気圧縮機が一部車両の、 床下に設置されている。MG と CP の能力はそれぞれ容量140、クバ、と出量2130リットル、ミニッツであり、能力は同等だがいくつかの形式に分けられる。ブレーキ方式は応答性に優れる。電磁直通ブレーキ式で、前述のように発電ブレーキ機構を装備しないため、常用ブレーキは空気ブレーキのみである。戦闘車が、 貫通構造であることもあり、運転台はコンパクトにまとめられている。運転室内全体は緑色を配色。景気類は黒色となっている。マスターコントローラーは4段ノッチの縦軸式、ブレーキハンドルも縦軸式である。前述のように本形式は、電磁直通式ブレーキを採用するが、一般的なものと異なり、ひた式と呼ばれるひた製作所が発案した。 独自規格を採用している。一般的な電磁直通ブレーキでは、ブレーキハンドルを動かした角度に比例して、ブレーキが強くなる、セルフラップ式だが、日立式では減速する場合に、常用位置まで、一旦ハンドルを動かす。常用位置にハンドルを置くと圧力が変化するので、圧力が適正になったら、ハンドルを重なり位置に移動させることで減速する。 これは自動空気ブレーキの操作と同じであり、一般的な電磁直通式とは操作方法が大きく異なっている。保安設備列車無線、自動列車停止装置とデッドマン装置を搭載する。登場時のカラーリングの新 7000K1986 年5月から1989年にかけて投入された編成は全面スタイルが 大幅に変更されたため、在来の7000系に対する、視覚的な区別から新7000系と呼ばれる。全車両が、日立製作所で製造され、各形式で合計60両が投入された。初期の2編成の機器面は、在来の7000系と大差はなかったが、1988年以降に導入された編成では、機器面でも大幅な刷新が行われ、 導入された多くの新機軸は、後に8000系電車や9000系電車にも採用された。車体1970年代後半より流行した、前面窓周りに黒色を配色し、前面窓を大きく見せる手法、いわゆるブラックフェイスが、相鉄の車両としては初めて導入され、前面のスタイルが大きく変化した。前面のカラーフィルムには、車名の頭文字の、 S, S をあしらった模様が採用された。ライト類の位置が変更され、運用番号を表示膜や種別表示膜は小さいものが採用された。車体上部には優等列車運用時に使用する急行灯が設置されているが、後年使用されなくなった。側面スタイルは7000系と同じだが、上下のアルミ製飾り帯,帯をやめ、倉庫へのフィルムステッカーに変更されている。 当時流行のデザインへ一新し新車をアピールしたが、外反のつなぎ目が、路になった。側面の表示には、行き先表示はなく、7000系同様に、特急や、確定などの種別表示のみである。冷房装置は7000系などでの試験結果を踏まえて、先頭車両のみ、ヒートポンプ機構を採用した。形式は、 日立ちふちゃマイナス550で、冷凍能力は42000キロカロリー H である。編成は半ば固定化されており、6両プラス4両が2本、5両、2が1本、重量貫通固定が3本である。なお、実質固定化されている6プラス4両及び5プラス5、両の編成の中間に入る制御者の、乗務員室側は転落防止ホロが設置されている。ものの、 全面方向膜や全消灯などの運転に関する機器類の撤去は行われていない。また、最後の3本は、相鉄では、初の重量貫通固定編成になった。これによって運用する際の柔軟さは失われたが、中間に制御車を挟まないことにより、編成全体での定員の増加に貢献している。車内設備最初に導入した7713、10は、 7 0 0 0系と比べ、シート端の握り棒の有無以外ほとんど変わらないが、導入に編成目の77150からは、客室天井の扇風機が、ラインレリアに変更された。天井構造も平ら天井にモデルチェンジされた。また、車内には、客用ドアの上部に千鳥配置で、地図式の旅客案内表示機が設置されている。駅名のランプを点灯、点滅させることにより、 行き先と次の停車駅を表すことができる。なお、771310では貫通路の上部にも同じものが設置されているがサイズが扉状のものより横幅が狭く、ランプの形も違う。最後に導入された7 7 5十五0には編成中2両、5号車と8号車にセミクロスシートが試験的に採用されたが乗客に好評だったため、 後発の8000系や9000系にも採用されている。運転、走行機器当初製造された横浜側が6両の6プラス4両編成が2本は従来の抵抗制御のままである。抵抗制御の編成は MT 比く m 4 t の重量編成を組む。この20両は7000系とほとんど変わらない走行設備を持つ。各形式の車両番号も 7 0 0 0系の続きの番号で付けられている。1988年以降に投入された編成は、これまでと大きく異なる設備となった。これは3 0 0 0系電車を用いた GTO 素子による VVVF インバータ制御の試験の結果が良好であったことから、本系列においても導入することになった。各形式の車両番号は、 下2桁を新たに51から振っており、これらは 7050K や 7000K50 番台として区別されている。モーター制御方式は、日立製回生ブレーキ付け、VVVF インバータ制御方式を採用。主電動機も一新され、日立製カゴ形参照誘導電動機を採用。モーターの出力向上と歯車比の見直しにより、 一編成あたりの電動車の数を減らして、重量編成で 4M6T を基本の構成とした。車軸への動力伝達は、伝統の直角カルダン駆動方式を継続して採用したため、独特な電動機のジレノンを立てるのが特徴である。台車も抵抗制御のものとは大きく異なり、一時バネをロールゴム式円筒案内とし、揺れ枕を 上揺れ枕式空気バネとした、日立 KH-132AKH-135 を採用した。電動車の数を減らすことには成功したものの、VVVF インバータは、降雨や降雪といった悪条件時の粘着力が十分とは言えず、さらに、軽量車体であるがゆえ、滑走が発生しやすくなるという問題点も、発生した。また、ブレーキ方式は、 電磁直通弁式電磁直通ブレーキとしては、初の改正ブレーキ付けとされた。作用機構が複雑であったためか、本系列だけの採用に止まった。VVVF インバータ車両の電動車では、交流モーターを用いており、その特性上ブラシの保守が不要であることから、台車直上床の主電動起点圏外は、不要とされるが、 本系列から9000系までの車両に設置されている。保安設備7000系に準ずる。もや700系外用化線検査用2000系電車も、22000型や ED10 系電気機関車が、製造から40年以上が経過し、老朽化していたため、2005年から2006年にかけて、余剰となった、本系列のうち、もは7000系もは7100系のユニット2本。 計4両が、東急車両製造にて、事業用車に改造され、700系もや700型となった。以下の車両が改造された。横浜方面車体車体は、ステンレスの補強部分を除き、事業用の車両を示す、警戒色である明るい黄色が配色された。改造当初は、画像のように、車両番号表記は1万系と同じ書体が、採用された。 モハ7100型からの改造車である702と704は新たに7000系に準ずる運転台を設置したが、前面は非貫通構造とされた。新設されたライトなどの部品は新6000系からの廃車発生品を再利用している。設備702には河川を観測するためのビデオカメラが設置された。704の車内には、 救援に使う巨大ジャッキジブクレーンが装備されている破損防止のために側面の窓が埋められガラスの代わりにアルミ板がはめ込まれている703には軌道との摩擦係数増加を目的とした約5トンのデッドウェイトを搭載する701は2011年に東急テクノシステム長津田工場で再改造され本格的な検測装置を搭載した トロリ1000変異、ATS、無線測定装置、同様検出器を新設した。外見上の変化は、屋根上に、各検測装置、測定用パンタグラフが新設され、一部のドア、窓が埋められたほか、台車には同様検出器が取り付けられた。なお、測定用パンタグラフは、相鉄では初めて下枠交差型が用いられた。 走行設備主車と同じ抵抗制御、直角、カルダン駆動である。その他試行後しばらくは動きがなかったものの、2006年8月に試運転を行い、同月検測分から運用を開始した。月に1回程度、昼間に、相鉄本線、泉谷線、厚木線の検測を行う。また、検測以外にも、新車、廃車、 旧車車両の輸送や車庫内の入れ替えにも用いられる。車両を輸送するときは4両すべてを用いる。このときは全2両、52両で挟み込むか4両で牽引する。701の再改造後、2011年度からは月に2から3回程度の検測走行を実施している。また、夜間の検測も行う。 2019年11月にもや703から704ユニットが、2020年2月には、もや701から702ユニットのパンタグラフが検査、出場時にそれぞれシングルアーム型に交換された。ギャラリー本系列で見られる形式及びその役割を、以下にまとめる。営業用事業用車各形式ともに、パンタグラフは、すべての電動車の海老名川の屋根上に搭載する。 前述のように、VVVF 制御の車両は、クハ7700系、クハ7500系、モハ7300系、サハ7600型において、下2桁が51から付けられている。ここでは、引退時の編成を記す。一時期は重量編成での運転もあった。引退時の PT はすべてシングルアーム式に、交換されていた。ここでは、 引退時の編成のみを記す。現役編成は全編成 VVVF であり、シングルアームパンタグラフに交換された。以前は抵抗制御の編成及び8両編成も存在した。VVVF インバータ制御編成 VVVF インバータ制御編成かつてはグリーンボックスと呼ばれた1編成丸ごと広告化しきる専用の編成を、 セミクロスシートを有する新7 0 0 0系の7755、10を用いて走らせていた。この編成は、車内の広告枠を貸し切るもので普段から特製のヘッドマークを掲げて運用されたが、末期は利用状況もかんばしくなく廃止され、現在は一般の編成と同じように扱われている。特筆される、車体装飾としては2009年に、 横浜港が開港150周年を迎えるにあたりプレイベントの一つとして2008年6月1日からの約1年間一般から募った絵を印刷したフィルムを車体に貼り付けた走れみんなの横浜港が新7000系の7754銃を用いて走らせたことが挙げられるなお横浜港 開港150周年関連の車体装飾は全部で4種類用意されたが他の3種類はすべて1万系を用いて運用されその素材は一般から募ったものではなかった1986年4月には泉谷線が開業10周年を迎えるのにあたり新生館もない新 7000K7713-12 特製のヘッドマークをつけて運用された実績がある。また、2016年4月には、相鉄泉野線開業40周年を記念して、開業当時から走っている7000系77078、7718、7712、8にそれぞれデザインが違ったヘッドマークがつけられた。最新の編成でも製造から15年程度経過し、 後発の新型車両とのサービス面での差が大きくなってきたことなどから以下に挙げるような工事及び変更点が存在する。特に2006年頃より新7000系を中心に内装の改修工事が行われた。以下に各部分ごとについて更新内容を記載するが一部の編成は試行内容が異なる。 これらの工事は一度に施行されず、段階的に行われている。以下の工事は、新7000系のみが対象。新7000系、旧塗装新7000系、新塗装前述の通り新7000系のみが対象であり、2014年8月に7755、10を持って、全編成が塗り替えられた。日付については塗装変更完了日を指す。なお、 横浜ネイビーブルーへの塗装変更は行われなかった。以下の工事は新7000系のみが対象。次の工事は7000系と新7000系7 7 1 3 0のみが対象。以下の工事は新7000系のみが対象。また、2014年のダイヤ改正によって使用できなくなっていたドア上の車内案内表示器は同年9月から。 更新工事が始まっている。その際に、本線の部分にて特急を除き各駅に止まる、種別の部分がひとまとめされたほか、総鉄のマスコットキャラクター、ソーニャンが描かれている。なお、7 7 1 3三十の貫通路の上部の、ものは前述の通り特注となっており、ソーニャンが描かれていない。7 7 5 1一十以降の編成は、 2019年11月30日ダイヤ改正で、新たに通勤特急、通勤急行の新設及び、新横浜線、西谷駅、羽沢横浜国大駅の開業に伴い、路線図が更新されそうにゃんは、再度描かれなくなった。また全駅止まる、種別の部分がひとまとめになった。ただし、羽沢横浜国大駅には停車ランプが、設置されていない。 2008年に発表された計画によると、相鉄では、今後現行 ATS と列車無線を含む保安装置を JR 東日本に準じるものに変更する予定。本系列においても2009年下季から事業用、車両700系も含めて設置工事が進められている。JR 型列車無線は工事の始まる前の2005年秋に、 新7000系4両にアンテナを仮設して試験が行われた。引退、撮影会イベントでは7000系と12000系が並んだ運用開始以後、2006年度まで700系に改造された4両を除き、全車両が在籍した。運転に必要な各種機器を動力者に集中して搭載していることや、編成数に対して先頭車両の数が多いことなどにより、 特に2000年代に入ると、8両や10両に組み替えることで、ダイヤ改正に柔軟に対応し、主力車両として運用されてきた。2006年度に1万系、電車10両編成一本投入の代替として、7700系、7100系、7500系のトップナンバーを含む初期車や、工術の踏切事故で損傷した車両を含む8両が、本系列として、 初の廃車処分となった。2007年度は、廃車はなかったものの、2008年度から新形式となる1万1000系電車が投入され、本格的な置き換えが始まっている。1万1010 10、1万1020を投入したことにより5000系5 0 5 3 0とともに、工術の小村事故編成が廃車されて左派7600型に、初の廃車が発生した。 続く1万1003回投入により、モハ7000型にも初の廃車が発生している。なお解体場所は、2005年春の5000系5051、10までは、厚木奏車場であったが、本系列では、柏大車両センターで主要部品を抜き取った後に、トレーラーで解体業者へ陸送されている。廃車が進む一方で2009年度からは一部編成に、 前述の ATSP などの新型保安装置が設置された。新型保安装置搭載後は編成の戦闘となるクハ系、区ハ7 7 0 0系区ハ7 5 0 0系の貫通扉背後に機器が置かれたため、更新の項でも述べたように扉の開閉はできなくなった。この工事は、中間車代用として組み込まれている戦闘車には施行されておらず、 この保安装置を搭載した、悲観通過戦闘車を、今後中間車代用として組み込むことは考えにくい、ため、事実上の固定編成かと言える。なお、この更新を受けた車両は8両編成3本である。未更新の編成は2011年6月をもって、営業運転からは姿を消し、10両編成も同時期に消滅した。 以後は前述の24両が運用されていたが、7778は2018年2月からの2万、軽投入とそれに伴い後述の7713回が8両化、されたこと、77128は2019年4月からの1万2000軽投入により運用を離脱し、後日解体業者へ陸送されている。なお、同年四月十九日から五月六日まで、 特別運行と称して、7718に7712、8の一部車両を組み込み重量編成で運行された。その後、2019年10月に最後まで残っていた7718が運用を離脱し、同月14日に、相模大塚駅構内で行われた引退、撮影会イベントの後、速やかに解体業者へ陸送された。これとともに、 総鉄の赤塗装車も消滅となった。新7000系、第3編成の中間制御車両前述のように6プラス4、5プラス5に分割可能な編成もあるが、営業運転時には基本的に連結した状態で運転され、中間の制御車は事実上の中間車として扱われていた。7000系や5000系の前面は貫通路であったが、新7000系は、 非常扉として設置されたため、中間に組み込まれた制御者同士間の通り抜けができないという欠点があったが、2007年5月に7751、銃で貫通ホロを設置できるよう改造したことにより、この問題が解決された。また、同年6月から8両編成化されていた7713、8にもこの方法で抜かれた制御者を組み込み、 1> 約1年ぶりに重量編成として復帰。同年7月には7715 8も制御車を組み込んだ上で重量編成となっている。このサイホロが取り付けられた制御車は、前面の行き先表示幕や運用番号表示幕などが抜かれており、同時に中間の制御車に転落防止ホロが設置された。8両編成化のために編成から抜かれていた車両と、その時期は、 以下の通り。2019年11月30日ダイヤ改正以降は、重量編成のみとなり、他系列の重量編成と共通運用で、特急、通勤特急、急行通勤急行快速、確定すべての種別に使用されていた。また、都合によっては、8両編成の運用や、相鉄新横浜線の運用を代走することがあった。 本系列は2017年時点では60両前者が在籍していたが、前述の通り2018年1月14日に7156、7157が、2019年4月に7150、7151が解体業者へ陸送された。以降、廃車となった編成は以下の通り。7000系は、新旧ともに、 横浜ネイビーブルーへの塗装変更の対象外となり、新型車両2万系及び1万2000系によって置き換えが進められ、前述の通り7000系は2019年10月に、新7000系も2020年11月にそれぞれ運用を終了した。全車両が解体業者へ陸送されており、減損するものはない。 2005年4月27日に、天王町駅星川駅間の天王町1号踏切を通過中の7000系の側面に、軽自動車が衝突したが、列車の乗客に怪我人は出なかった。街頭踏切を含む、この区間では高架化工事が進んでいる、最中の出来事だった。2日前の同月25日に、JR 福知山線脱線事故が発生した。 直後だったこともあり、頻発する、鉄道事故として報道された。事故編成は次の通りである。また、2008年12月14日には、緑園都市駅から、南牧ヶ原駅へ向けて走行中の7000系8両編成が、過電流によりトンネル内で立ち往生し、起動不能となった。この編成は1時間ほど前にも、同様の故障を起こしており、 この先の二股川駅で運転を打ち切る予定だった。自己編成は次の通りである。相鉄新7000軽電車に関するカテゴリー。相鉄モや700軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。